なぜあそこまで映画チャンネルが伸びたと思いますか。やはり映画ちゃんの人柄でしょうか。リョクさんの見解聞きたいんです。まあでも純粋に人柄の気がしますけどね。だって映画ちゃんの動画そんなに面白くないもん。まあ面白くないんですけど、映画ちゃんが滑ってるから面白いっていう、その映画ちゃんが何かをやってるから面白いっていう、その映画ちゃん好きに対するものになってるんですよね。なのでそういう意味で YouTube 向きではあると思うんですよね。で、面白いことやらなくても再生数伸びるんで、やっぱりその面白いことをやらないと再生数が伸びない人ってきついんですよね。宮迫さんとか金塊強盗をやってた元芸人の人とか、やっぱりその動画それなりに面白いのをやらないと再生数伸びなかったりするんですよ。なのでちゃんと面白いものをやろうみたいので、なんかいろいろ企画を毎回考えてやってると思うんですけど、なんかそれの方向って、毎回面白い企画が思いつければいいんですけど、そうじゃないと続かなくなっちゃうんですよね。なのでいかにキャラが好かれて、その何をしてても見に来るっていう人が多くいるかどうかっていうのが大事だったりするので、そういう意味ではエガちゃんは本当 YouTube 向きだなと思いますけど。本当にすいません。いや大丈夫ですよ。間に合ってるんで大丈夫です。本当間に合ってるんで大丈夫です。全然間に合ってるので、後日すいません、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。